ジャンナビリーチ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。あいまん、まあ二半ちゃん目からすでに条件戦気味になると、まあここでもしラストを引いちゃうと、ラストを引いちゃったり、まあ、あの自分3着でも、まあなんか今2着だった兄貴がトップになって角谷さんが2着とかなっちゃうと、もう最終戦巻き返しがどうやっても効かなくなっちゃうんで、そういう着順を避けるような立ち回りが必要になってきます。はい、準決勝 B は今日じゃないです。今日は A だけです。はい、2回も僕やれないですね。負けた人です。はいはい、それでは2回戦の方準備できたようなので、対局の方スタートしてください。はい、2回戦スタートしました。親は友添、ドラはウーアン。さあ友添からのスタートですね。あの休憩中にちょっとコメントがあったんですけど、その出す角で、終わらせた方がいいのっていう、まあ、あの場面だと着順を上げようがなかったんで、やっぱりできる最善のことが出す角で、これ以上傷口を広げないっていうことだと思いますね。はい、まあ、いい選択だと思いますし、まあ、友添も三着角のリーチをしてるんで、その2人とも同じようなことをしたということで、ドラはウーアンですね。3ピンって出た。さあ、兄貴は本一模様、そして角谷は完全な国士模様ですが、これは三トイスになって、まあ、ちょっとチートイっぽくなりましたね。本能チートイ、本能トイトイも見据えながらかもしれないですね。友添は免じて、さあ芝はこれで3色だったんですが、ドラが、ドラがトイツになったんで、ここでパーワントイト落としで、普通に進めますかね。もしくはもうチートイのシャンテンに受けつつ、スーピン、ウーピン、大変なおじかけで E1 とか、なんかいろいろ選択肢はありますけど、メンツ手でいくならパーワントイト落とし、まあ、E1 が3枚飛んでる、2枚飛んでる、自分の目から見て2枚飛んでるのもあって E1 を切って、メンツ手にするならタンヤオで仕掛けようっていう感じにしましたね。チートイのシャンテンです。やっぱりイース1を残すメンツ手の進行はちょっと不安があったと思いますね。もうチートイに決め打ちしましたね。さあ、ドラヒョウの数1ですが、もう本一で決め打ち。さあ角谷シャア重なって、一旦手牌が全て八尾中牌になりました。芝はまあウーピンスーピン並べるのは嫌ですね。やっぱり変則手っていう手牌進行を悟られたくはないと思います。まあ、その自分が八尾中牌で待ちたい時にやっぱりその変則手っていう手牌進行を知らせるのはちょっと損だと思うんで、まあ、逆に変則手っていう手配進行をしたら八尾中牌以外で待ってやると面白いとか、ゲーム理論的なお話ですね。はい、なんかコメントが少なくなってまいりました。ちょっと寂しいのでコメントもくださいね。あんまり拾えないかもしれないですけどお、あ、3番。まあこれでメンツ手の方もいけるんですが、3番つもいけましたね。仕掛けのメンツ手は見ず、さあ兄貴の手配よくわからないですが、陳逸のいいシャンテン、よくわからないですが陳逸のいいシャンテンです。さあこれヤンピンポンですね、おそらく。はい、ポンが入って、これでカンチーピンテンパイ、ちょっとグラブってた、なるほど、グラブってたらしょうがないですね。さあ、兄貴に、カンチーピンの陳逸テンパイが入りました。角谷も、仕掛けを始めています。本堂トイトイ、友添ローピンプッシュ、ね、芝もメンツで進行してたらこのウーソーとか使えたんですが、ガブ二冠台です。今ガチャ引いてる今ガチャ引いてる
うん、まあ芝もこれね、なんか苦しい手配進行のように見えて、テンパイしちゃうと一気に追いつくんですけど、さあトーン行きました、かなり攻めましたね。まあやっぱりドアドアのチート2なんで、このトンで待ってもしょうがないなっていうことで、かなり攻めましたね今。ああチーピンコでは当たり、あらまあ、はい、角谷、感じピン補充、まあ今のはちょっと鎮逸余ってないですからね、まあ、余ってないし、そんなにカーも鎮逸っぽくなかったんで、ちょっと事故のような補充でしたけど、まあ自分の手配的に使えたチーピンではあったんですけど、やっぱりまだ間に合うっていう意識は相当強かったと思うんで、はい、しょうがないような気がしますね。もうちょっと順目深かったり、ちょっとピンズ余ってたら、あのチーピン使って、テンパイ系持ってこうっていう意識になると思うんですけど。ただ、そうテンパイしとか、まあ、上がりが、本能といての上がりがあまり現実的ではない順目になってきてたんで、残すっていう選択肢も十分あったと思います。はい、トンの2局、ドダがいいそう、芝の親番。うん、手配はどうでしょう。友添、うん、678、678できてますが、マンズは678一切なし。うん。あれ。あ、兄貴の名札なんて書いてあるのかと思ったら、ユーセって書いてあるんですね。誰が座ってるのかと思ったら、ユーセって書いてありました。そう、余ってない染めって中盤は折りにくいな。うん、まだ間に合うっていう意識でやっぱりちょっと頑張っちゃいますよね。さあこれで、まあ、3色にはならないんでどうするか。リャンゾーを切りました。もうテンパイ最優先ですね。ドラが言いそうなんでリャンゾー引っ張ると打点アップの可能性はあるんですが、後継変化と、受け入れの方を優先しました。うん、友添678できるといいんですけど、なかなか難しそうですねこれは。さあ、兄貴が仕掛けて、なんちゃなんで、まあ、なんが効いてるんで、なんドアドアに向かうんですけど、一旦数番。まあ、なん仕掛けたときに、イーソーをジャントンにしたら、リャンメンに持っていこうっていう感じですね。まあ、もしイーソーがアンコになったら、これでローワンをジャントンにして、リャンメンを落とすと。はい。優勢4文字は厳しい。黒猫でよかったかもしれないですけど。ペロペロとか。あ、じゃあ黒猫、ペロペロは書けないですね。黒猫やったら書けるけど。はい、角谷もそこそこ整ってきました。うん、まあ、兄貴の仕掛けがあれがどう映ってるか、数ワンローワンっていう、まあ、これで特にさローワンって並ぶことになるんですけど、多分さあこれで染めっぽく見えますよね。まあ、この染めっぽく見えて、うん、一枚芸の難は止まらないと思うんで、まだ止まらないと思うんで、それ泣けるとめちゃくちゃ強いですね、ウッパス層が。これ裏筋で通常出にくいウッパス層なんですけど、そのウッパス層で素が出るような切り順に、まあ都合よくなったっていう感じですねこれは。うん、さあ、友添にイーソー重なった、これでいい形のイーシャンテン。うん、島もピンズをやっぱり押さえに行きます。うん、まあこれは安全牌として置いてたのかなっていう感じがするんで、まあそんなに不自然ではないでしょう。角谷もいいシャンテン、相変わらずすげえ腕時計、遠添さんですかね。うわー3番が悔しいでしょうが、しょうがない。うん、なんかしやられたっていう、3番ちょっといいだろうなとは思ってたと思うんで、してやられたっていう感覚はあるでしょうね。さあこれで友添テンパイリーチ、うん、パーピンといいそうのシャンポンリーチ。さあこれでどうするか。リャンマンは、まあリーチの宣言杯の筋ちょっと嫌ですねこれ。 E1 がまあ、うん、E1 が、3枚入れなんですけど、まあ自分でその E1 切ってて残り1枚持ってるっていうパターンの感じはあるんで、まあ無理せずに何統一落としていきましたね。
うん、ルーティン、まあこれなんなんと、まあ結局次はリャンマン切ることにはなるんですけど、やっぱり一発で打つのとはちょっと意味合いが違ってくるので、うん、まあ芝もじわじわと、はい、ローワンよりはリャンマンと、はい、あー通ってたって思うんですけど、まあしょうがないですね。うん、ああ位相がなんと、はい、8000の方順になりました。うーん、これはまあなんか一番その捨て牌的にはノーチャンスで2枚切れる位相っていう風に言ったんだと思うんですけど、やっぱりね当たると高いドラ、うーん難しいとこですね今のは。まあ、リャンゾー、うん、リャンゾー消えててもやっぱりイーソーは残ってると思うんで、どうでしょうね。赤ありだとああいう時はもうイーソーじゃなくても赤が絡むからイーソー切りでしょうっていう風になったり、みんなもうそんなにドラにこだわらないからイーソーってなるんですけど、やっぱり赤ありだと結構そのイーソー自体の保持率も上がってると思うんで、でまあ、他のハイで振った時の打点も下がったりとか、やっぱりちょっと言いそうじゃない方に寄っていくのかなっていう感じがしますね。はい、トンの3局親番は、兄貴ドラがロワン、うん、芝言いそうないか、言いそう聞いそうですかね。はい、うん、もう素直にトン行きましたね。はい、こいつよし、まあ、親のトンが早いと結構怖いもんなんですけど、まあ早めに切るっていう、まあなる、うん、普段から早めに切ってる人は切ってるとそうでもないかなっていう感じが、まあ手配的にはそんなに悪くないですね今回。これでヤンピン入り、うん、さあドアの同腕を引いて友添が一歩前進、芝ウーピンはあまりない椅子がタンヤオで下に伸びるかもしれない、うーん、さあどうしよう。一応まあリャンマーあたりを切ってイーシャンテンに受けるかローピン切り、うん、まあ、ローピン切っといた方がいろいろと柔軟ですかね。ローワン重なりとかも拾えるんで、まあ、リャンワン切ってもローワンパーワンっていうのがやっぱりドアのタッチなんであんまり払うことはないんで、こうしとく方がローワンパーワン、ん、なんかよくわからん、いいペーコできました。とりあえずあのさっきの形からローピンにくっついて、じゃあどこを切るのかっていう話ですし、さあ角谷の仕掛けが入りました。シャーのポン、お出かけポン、やりか分からんって言いましたけどさあ なんだこれ、うーん、まあつもぎりがメンツ手としては良さそうですね。さあ角谷はお出かけポンをしたものの、これはドラを切らずにブラフ気味ですかね、もしかして。ちょっと分からないですけど、まあ仕掛けて他の人を気づらくさせつつ、ドラを切らずにテンパイまで持っていければいいなというぐらいに、まあかなり上がるためのポンっていう感じはしないですね。さあ友添にテンパイが入りました。サブローピン、うん、ペー、さあこのペー角谷仕掛けました。おお、マジか。いやー、角谷すごいところから仕掛けましたね。ペーポン、シャーペーポンして、残った手配がハクナンチュン、まあ、まあ、ナンがあれなんですけど、小数詞に見えてとんないですからね。さあこれで、兄貴リーチいきました。メンピン、イーペーコードライチ、ウッパストかなり強そうですねこれ。さあ角谷、まあ割と入れるとはいえすごいとこから仕掛けましたねこれ。
まあもうギブアップだとは思うんですけども、なんなんしかないと思うんですけどね。はい、なんなんと。さあ、ウッパッソは、友添にウソがあんこ、こっちが芝にパーソーが統一。うん、まあウッパッソが2枚、まだ2枚ありますね。サブローピンは1、2。サブローピン、なんじゃこれ。サブローピンが5山、サブローピン5枚ありますね。さあ芝が数層が貫通になって、三蔵切り。芝の三蔵結構危ないんですけども、まだ他に切るものがないのかな。あれはそうですね、芝他に切るものが全くなかったんですね。あ、ローピン、はい、使いましたね。裏ドラは何だ、あれはローワンかな。はい、ローワンチーワンとドラでしたね。ビーチドラドラ5200。さあ友添がかなりリードしました。角谷の親番トンの4局。まあかなり山でありましたし、まあ友添も、自然な手順で、正確に打ってたと思いますし、まあ今のは順当な結果という感じですかね。はい、角谷の親番ドラが9番ですが、手牌は芝さんがそこそこ良さそうですね。これでさあ何を見るか、3色は見たい、ドラも見たい、ドラも、残したい、ソメもちょっと見たいみたいな手牌ですね。1打目では小そうかなと。さあ親の角田にダブトンから行きました。まあ他のダブトンから行った、行きましたね。何を置い、あ、じゃあ何間違い、ごめんなさい、友達の手配ですね。さあ角田には、こちらの手配からダブトンを1打目から行って、もう全力でメンツ手を作ろうと。よく喋るな、まあよく喋るなって言ってもらえると嬉しいですね。さあ、これで芝がイーシャンテン3色含み、はい、これでドアの、ジャントを振り替えのドアを見つつ Q1 を残して E ピン切り、もし Q1 が重なった時は数ピン数ピンといきますね。角田には関連像を払って、まあ上の3色になる可能性があるんで、ペンチーソより関連像の方を払っていきましたね。芝関連像、おっとここは玉にした。さあ、3色の変化が、まあ1種類と両面の変化が1種類、ここは、芝1回戦のマイナスもあってかダマにしましたね。さあ友添に両蔵あんこ、まあこれね芝から見ると結構いいんじゃないかと思ってるんですけど、思ってると思うんですよ両蔵が。まあこうなると一旦イーソー切って三蔵単価、三蔵切って安牌のイーソー持って、今イーソー切りましたね。これでピンズの上引くと1つの目もありますし、タメンちゃんのリーチがかなり打ちやすくなりますね。でまあ普通に、数層引いても両面リーチが打てますし、というむしろ2差しの単品イーペイコーですね。そうなるとさあ友添、なんと E1 のシャンポンリーチ。さあ芝の手配が気になりますが、チーピン引き、これはさすがに厳しいか。さ、まあただもうまっすぐ行くにしても3道ぐらいしか切るものがないんですが、いいピンって言ってもなくはないですかね。まあどれも危険牌なんでチーピンを切りました。3道短期のまま続行。まあチーピン切ってもその裏目の牌は少ないですよね。比較的その周辺引いても大丈夫なんで。ああこれ E1 が一発リーチ一発、テンパネはなし、はい2600。まあ兄貴もしょうがないですね、あのパワー入れたらもうそれは出る牌ですね。ちょっとこの半チャン
展開は厳しいですけども、最初のイーソー宝珠からガデナーが悪いですか。平井堅アニピンは本当に本当の兄弟です。はい、難入して友添の親番ドラが G1。 お、芝の手がいいですね。単品系一瞬入れ墨に見えた。友添さん入れ墨はしてないと思います。ちょっと風貌いかついですけど、入れ墨は見たことがないですね。お、芝がウーピンを引いて、さあ、いつもちょっとまだ見ます、シャーギリ。まあ、兄貴もね、2着抜けっていう条件考えると、そこまでめちゃくちゃ無理はしなくてもいいと思うんで、ちょっとでも点数を増やして、ちょっとでも着順を上げてっていう感じになりそうですね。さあ、芝1つは捨てて、まあ、ダブナンの方と、普通のピンフ系の方、両方残しましたね。友添はタンヤ OK。 お、パワーピンが重なって、まあこれで何ですか。まあ E1 切ってね、あのヤンワンはいらないぞっていう感じで E1 切ってもいいとは思うんですけど、まあ何置いてても何そんなに重ならないでしょうっていう感じですし、はい、まあこれで友添、ドアの G1 重なって3番切り、まあこれで、芝もまあ、これだと E1 ですね。さあ、スーピン切り。角谷シチューンがあんこになりました。まあ、イーシャンテン、ドラがもうパワー1、あ、ドラが G1 なんで、ドラターツは絶対外さないぞっていうことで形決めますね。あ、友添もこれで、はい、イーシャンテン、ローキュー1の二度受けがどうなるか。まあ、ポンできる範囲が出たらポンすると思います。ジャンゾー G1 パワー1ですね。はい、兄貴もほぼ形が決まってきました。あのパワー1がいろんな人の欲しい範囲。さあどうなるか。これは2ピン切って、ピンズの後継を作りに行きますかね。さあ友添長考、チートにもちょっと考えますか。ウーピン残しで、もしピンズが伸びたら、まあ、パワー1から行って、上がり率を優先すると思います。打点は結構十分なんで。さあ、あ、キュアヒターも悩まないですね。これは2ピン2ピンで、さあリーチ行くかどうか。リーチ行かない。これ Q1 がかなり拾えそうで、まあ自分が今親番ですよね。まあ、Q1 がノーケアで拾えて12000円は結構でかいということですね。さあ兄貴がテンパイイースワン、そして角体もこのカンパワンチーで、ロウッパーピンのテンパイ、さあ全員3人テンパイ。これ、あ、これ E1 当たりですね。はい、リーチドライチ2600。友添ロウ Q1 テンパイでしたが、まあ、今はつもぎでもう E1 も結構目立つし、2人仕掛けてるしで追っかけリーチ行くかと思ったんですけど、今のは行かなかったんですね。友添あの辺の判断の微妙なところも聞きたいですけど、まあ角谷がテンパイで押してくるんであれば、結構まああのリーチしない方が Q1 とかポロッと出る可能性があるなっていうのはあるかもしれないですね。はい、何の2局、芝の親番ドラがスーピン、さあ角谷がいつもがドアのスーピン、シャアを切って、まあ全部の牌が今まだ機能している状態です。さあ友添ウースを引いて何ミリ、友添はペイチャ、芝、まあ西橋の3色ちょっと見たいかもしれないですが、はい、2ピン切り、麻雀プロって本業は別、まあ、麻雀プロ本業の方も、まあ、なんていうか、本業というか、変な話ですけど、麻雀プロ以外何もやってないっていう方もいらっしゃいますし、その辺は人によって違うと思います。さあ、芝、これで、イーシャンテンですが、どうする？イーシャンテンに行けました。まあ、これ、親の、やっぱり、リーズもチートイとか、リーチートイ、
裏位置って非常にでかいんで、チートニョ3点外すのも結構勇気いるんですよね。さあ、角谷2点敗、風曹9番リーチ、ドライチ。さあ、9-1がもうすでに1枚出てたんですが、ためらわずリーチ行きました、角谷。だこうなると芝も、チート位置でぶつけるよりはチュンチュンと回して、転敗復活を狙います。血液はかけてないですね。血液かける麻雀は合法かもしれないですけど、血液はかけてない。さあ芝がこれ小さいあんこになって、さっきのイーシャンティンよりちょっと形良くなりましたか。うん、友添は今回はちょっと休憩しそうですね。点差的にも手の形的にも休憩になりそうです。うん、さて数層が1枚、9番が1枚ですかね。山には角谷のリーチは、残り2枚、9番数層1枚ずつ。さあ兄貴はこれで安牌がローピンだけ、ローピンだけなんで、まあちょっと悩んでますか。ただ押し返せる手格好ではない。そういえば髪かけて打つ配信が近い、そんな予定はないです。僕にそんな予定はないです。そう、まあ一応血液をかける覚悟でグラブをやってるかもしれないんですけど、はい。友添え9ピンが切れそう。シャアもシャアが安全か。芝もかなり押し返したいとは思うんですけども、安牌がまずあまりない。ヤンピン3ピンも完全安牌ではない以上、やっぱり回しづらいですよね。特に3ピンに関してはドア表示牌ですし、あ、芝、リャンワンが重なった。リャンワン、リャンワンといくか、リャンピン、リャンピンといくか、リャンピン、リャンピン。安全な方に行きました。まあ、どっちもいいシャンテン維持ではあるんですけども、最終形が弱くなりやすい代わりに、転敗チャンスはちょっと増えて、安全度もちょっと増えてみたいな、そんな感じの選択ですね。はい、アラブルスイッチャー、さあドラの数ピン、さあ友添は合わせる数ピンは持ってませんが、友添なんかイーシャンテン復活してますね。振り点でもない。3ピンプッシュ。さあ芝が、より良い形になってドラ表示牌の3ピンプッシュ。まあ自分が2ピンもう1枚持ってるっていうのと、まあローピン切りリーチ換算ピンあるんですが、カムーピンに受けそうな人が最近では多いんですかね。そういう影響もあって少し切りやすいと思いますね。おお、これで転敗だ芝。さあお前の芝から追っかけリーチ、これは格谷恐怖。いい数ピン。さあどうなる、角谷が E ピンはまああんこで持ってるんで E ピンはないですね。 E ピンが順からで数ピンが残り1枚、 E 数ピンは残り数ピンのみ。Q1 数層もまだありますね。1対2ですね。 Q1 数層まだ2枚あります。角谷4着ならみんなやりやすい。どうですかね、角谷4着で3つも全員4人勝負になっちゃうのもそれはそれでめんどくさかったりするんですけど、さあ友添がいった、友添が追いつきました。なんとど根性リーチ、友添行きましたね。このトップ目の状況からパワーン、2人に通ってないパワーンをして、数値総転敗。いやこのリーチでも友添すごいな、これこの状況で押しますか。まあ危険牌を切っての追っかけリーチなんで、そんなに多分
トップ取る上でも期待値高くないリーチだと思うんです。はい、積もりました。角谷、リーズモードライチテンパネ1300、2600。さあこれ友添さんのこのパワー1ギアリーチは家庭的に合ってるのかどうかちょっと気になるところですね。微妙なラインだと思います。すごい、親以外に当たる可能性がないとかだったら、じゃあ親に当たる可能性がないとかだったら結構押しやすいかなとは思うんですけど、はい、何の3曲、兄貴の親番ドラが9ピン、うん、まあちょっとわからないです今のは。僕もあんまり自信ないんで、野添さんに聞けたら聞きましょう。ケンカワフロが一番強そうや、まあ、誰か格闘技習ってない限り野添さんが一番強そうですけど、柴さんも結構強そうですね。まあ、兄貴は格闘技やってなかったんで多分弱いでしょう。はい、手配はどうでしょう。兄貴はこれが今ラス目の親番何の3曲なんとかしたいところですが、さあ角谷にウーピンチ、タンヤオで上がりに向かいます。はい、ここはかわすことが大事っていうことで、まあ、と角谷からするとこの半チャン2着で終えられるとかなり楽になると思うんで、2着が欲しいですね。やっぱり3着と2着が角谷はかなり大きく違う局面だと思います。うん、さあこれで、角谷いいシャンテン白を切って親の現物の方の E ピンを置いてます。うん、さあ兄貴ね染め出れそうな手配なんですけど、ヤンマンがもちもちになってるんですよね。角谷のヤンマンが出ることがなさそう。さあペイを仕掛けて本一のヤンシャンテン、サピマ通信教育で空手やってないですね。はい、うん、まあ、僕も相当弱いですよね。この中に入っても一番弱い可能性が高いです。はい、一番いいとこ引きました3万。これでジャンマンがもちもちがあまりネックじゃなくなりましたね。うん、まあ初と9万が、すんなりと切ってくれるかというとちょっと難しいとこですけど、おっと自分で引いた、なんとこれは強い、これは結構犯罪ですね。このイギスはまだ警戒されない。さあ3万、あ仕掛けました兄貴。はい、これでトイトイのおつけに行きましたね。さあこれはでもどうかな、うん、これは打点は確かに上がるんですが、まあ現状イギスワンがそこまで自信なかったっていうのはあるかもしれないですけど、打点は上がるんですが警戒度も上がりますしね。まあ、これでまだ Q1 リャンマンを切ってくる人っていうのは結構まあ本当に煮詰まって出来上がってる人だけになってくると思うんで、7700から今のはまあ仕掛けない方が良かったかもしれないですね。まあ僕は多分仕掛けないと思うんですけど、さあこれはリャンピンがいいんでリャンピンを固定しに行った。うん、まあ芝もこれはかなり受けに回ってますよね。もう積もったらええんや、まあ積もったらええんですけどもちろん積もったらええんですけど、残り Q1 1枚しかない、まあ、さっきから再積もりまくってますけど兄貴は。さあ角谷はウーワンゴリッといきましたけど、角谷大丈夫ですかねあれ。まあ手も進んできてはいるとは思いますが、まあ、角谷はやっぱりこの曲結構勝負曲だとは思っていると思います。まあ、この曲というか2着で終わらしたい、とにかく2着で終わらしたい角谷。相手のレベルが低いと打点優先でいいと思うけど、相手レベル低くないですからねこれ、間違いなく。うん、さあ友添が少しかわせそうな手配になってますね。ローキューワンとサブロッソーの受け入れのイーシャンテン、ナンは安牌。
あれ、Q1、もう循環になってますね。友添が Q1 引いて循環になりましたね。さあ、こうなると友添が、もしかしたら上がりはあるかもしれないです。うん、ローワン。まあ、これが出たからといって Q1 が出るようなメンツではないと思います。5200、まあ5200というか7700ですね、親なんで。まあこっちの方が牽制力はあるとは思うんですけど、牽制して上がれる町ではないんで、ちょっときついとこですね。まあ馬はさっき通ってか手が合ってない。さあ友添、これで現場のノーキューワン、ノーワンは現物。さあこのノーワンは、まあ残り1枚か。角谷が、まあ、切る手配にしては多分ならないかな、これ。ローワン、わざわざローワン選んで切る展開にはならそうですけど。あ、角谷がこれで転配。リャンピンポンで、はい、安全な方のリャンドを切って転配。まあ、角谷さん手崩さないというか、角谷さんはこれ別にあの危険牌掴んだからといって、ローワン以外に多分他に切るものがあるなという。あ、でももう今これだとなくなっちゃってますね、ローワン以外。さあ、ペイの缶。ないんですが、ペイの缶。振動だからローピン。まあでも、角谷さん、これでもし切れない牌を引いてきたときは、まあ、三蔵は切りますよね。これ三蔵か数層の選択。さあ、どっち？三蔵。数番、大丈夫ですね。数番は取ってますね。まあ、三蔵数層の選択もなんか細かいことを見ると数層の方が安全な気はするんですけど。はい、3人転廃。芝プロの一人脳天で、連チャンですね。友添さん、テンパってる時の座配変わりすぎやろ。まあ、その辺は、はい。結構わかりやすいとは思いますけど。テンパってなくてもあんな座配の切り方するときはしますからね、友添さん。はい、なんか、ニヤッとしてますけど。まあ、兄貴の今のは多分ポンしない方がちょっと良かったかなと思いますね。打点上がるにしても。うん。無警戒の E 数案が拾えるっていうのは、やっぱりでかいと思うんで、まだあの状態で無警戒というか、まあ警戒の低いうちにですね。さあ、ドラガチーピン、角谷さんめちゃくちゃいいというか、テンパイですね。角谷さんテンパイ、うん、まあまださすがに早すぎて、ダマにしましたね。まあ、ダマでこのまま積もったら積もったでよし。積もったら積もったでよし、両面変化したらリーチ。まあ、マジョリティ的な選択ですよね、きっと。あ、まあ、はい、友添さんがハックを叩いて、上がりに来ます。お、芝さんもいいですね。で、はい、芝さんも後継チャンネル。これは兄貴が苦しい。はい、兄貴が一人置いてかれている手配ですね。友添もそんなに良くはないですけど、ちょっと角谷芝が早すぎる。うん。まあ、友添も、親の現物の E1 が統一であるんで、まあ、多少仕掛けやすいかなっていう感じですね。はい、先制リーチは芝から。いや、うそ。はい、そのウーワンをチーして、角谷こえて安蔵ひ、あ、数層積もった。なんと、いやー、角谷この上がりはめちゃくちゃでかいですね。これど、なんか次両面変化しても追っかけたら結構嘘放銃だったし、まあそもそもこれ芝に放銃相当したくない場面だったと思うんで、角谷は今の積もはでかいですね。うん、はい、オーラス
さあ角谷これでかなり着順変えづらくなりました。2着で終われれば相当安泰、まあ、さらにトップまで行ければいいですけど、そんなに無理はしないと思いますね。さあ角谷の手配は、うん、ナミノアは Q1、まあ、これ友添がトップで角谷が2着で終わると、まあ友添がプラス30ちょっとになって、まあ角谷が、プラス60ちょっとになって、で他の2人がかなり苦しいのかな、まあ、一応条件戦にはなっちゃうんで、まあ、やっぱりトップ欲しいですかね。微妙か、友添さんトップで、まあ、兄貴がラスだったらいいんですけど、この並びだとちょっと微妙ですか。兄貴と柴さんの並びが逆なら2着で伏せてもいいかなっていう感じですけど、まあこれだとやっぱり、まあさらにトップまで目指しますか。はい、まあ角谷さんも普通に進めますね、やっぱり。さあ友添は上がりを優先したいですが、なんか手配が結構ごつい。柴は一通含み、うん、まあ一通のも固定しちゃってピンズかソーズで頭と一面つってやった方がいいですねこれ、はい、さあ友添が仕掛けましたいかついなあの手ハクナンチュン、ハクダブナンチュンと統一ですけど、うん、さあこれでハクを叩いて急ぎり、ハクダブナンチュンで400てか、まあハクダブナンドライチとかで十分なんですけど、ドラが Q1 ですからね、あれ、まあ、そもそもともとそんなに打点が必要ない、もう上がれればいいんで、ローワンでもパーワンでも何でも来いやという感じですね。芝が絶望的状況、まあ芝はでもとりあえず前に出るしかないんで、まあできればマンガンを上がりたい場面。難しいのは、まあ一番難しいのは兄貴ですね。これ角谷も別に補充したからって言って着順はほとんど下がらないんで、多少前に出られると思うんですけど、兄貴は補充しちゃうと、この20ポイントはかなりでかいんで、ここは相当難しい場面ですね。うん、まあ角谷さあ、まあドラ打っちゃってもいいですよね。はい、行きましたね。事故にならないうちにドラを切りました角谷。さあ芝これで、まあ打点を考えるともう一通で固定したいところなんで、三度切ってもいいとは思うんです。パーピンが、ちょっと危ないんで、パーピンが先に切ってもらったですかね。友添に対してはパーピンが少し危ない。さあこれでどうする。素直にシャンテンにとって初切り、うん、そうですね、最終戦トップで兄貴は結構条件できると思うんで、基本的には3着で終われるとでかいんです。ただラス引いちゃうと最終戦トップでも結構苦しい状況になっちゃうと思うんで、さあパワン、まだ切れるかっていうこの微妙なところですよね。パワン Q1、 パワンノーワンですね。パワンノーワンを友添相手に切っていっていいものかっていう、もう補充しちゃうと確実に着順下がっちゃうんで、やっぱり2フードしてる相手に対してそんなに無筋2枚は切れないですよね。回ったというか、ジャンゾイーソは安全に切れる方。さあ芝は3ワンとチーワンの限定受け入れですが、マンガンのいいシャンテン、マンガン積もれると芝もかなり大きいですからね。これ角谷まくって2着までいきます。うん、さあそしてこれ角谷が最終的にテンパイを取るかどうかもうちょっと怪しいんで、他の人たちはテンパイも取りたいんですよね。さあチュンポンウーバン切り、これは怖い。これ最後チュンポンのダウーワンだと形があまり絞れないんですよね。いろんなケースが出てくるんで、本当に無数にいろんなケースが出てくるんで、街が全然絞れないんですよ。で、ちょうど本当に友添さんの手配も都合よく、ピンズの上が全然切れてない。まあ、角谷のパーピン、リャンピンに反応しないぐらいしか情報がないので、他の人からするとピンズの3から上も全然切れない。
かなりきついですねこれは状況的に。さあ、うん、角谷は回していきましたが、まあ、島はもう行くしかないんであまり気にしないと思うんですけど、問題はこの微妙なところ兄貴、まあ、シャーハクは安全に消えますね。そう、マンズの周辺どれもきついし、ピンズの下が候補下どころかパーピン以外に、まあ、9ピンすら当たる可能性あるって感じですね。ビアンウッパーピン以外は相当きづらい、まあ、ウーピンも下手したら当たるかもしれないっていう。さあ角谷9ピンを切っていいものかで悩んでると思うんですが、トンがまずトンが1枚切れ、トンもちょっと嫌ですけど、9ピンは縦には当たらないけど本一当たったら本一の可能性がある、まあ、ただウーワン引っ張らないだろうっていう読みもあって9ピンで当たったら高くはないでしょうっていう感じですね。まああって8000だから打ちやすいですか。回しました、うん、喉がすいません、喋り倒したら喉がやられましたけど。さあ島何の何はしょんぱい、ローピンも切りづらい、3ピン通ったんでローピンワンチャンスですが、自分都合で打っていいものか。でリャンワンイーワンっていくと一応何があんこった時とかの万願の目が見えるんで、そっちを目指しましたね。さあ、まあここは白打って転敗チャンス広げますが、パーワンが打てないんで、まあどうせウーワン引いてもあんまり意味ないだろうなと思ってると思いますね。まあ芝は行くしかないんですが、どっちで行くか、まあ安全な方を切って受けを狭くしていくか、危険な方を取って、まあ、切って可能性高くしていくかみたいな、そんな選択ですね。ん？角谷なんかテンパりそうになってきたぞ。さあトンが通りました。角谷はこれでトンを打ってテンパに迎える形にはなりましたが、さあ芝同層チーソーは、まあ、ションパイですが、チーソーは切れますね。チーソーはションパイじゃない。一枚切れですが、チーソーは切れますね。あの切りでチーソーが当たることはほぼないと思います。一枚切れの。数層も通ってます。まあ、チーソーでいいと思うんですけどね、芝。まだ粘る価値はあると思うんで。Q1!ドアの Q1、角谷の Q1 泣いてないからってことですね。ですが相当切りづらいとこだと思うんですが、まあ延べ単もほとんどないかなって感じですかね。一応56789延べ単からは泣かないか、うん、の56789延べ単だったら当たってますし、まあ Q1 は読みでは確かに切れますね。ただパワー1が切れないんで、そう Q1 切っちゃったらパワー1が切れないんですよね。それがまあ、Q1 切れるぞっていう読みはできるんですけど、パワー1が切れないんで。うん。さあ、これでチーソーチーして、ウーワン切りで、テンパ、Q1 でいいですね。ごめんなさい。Q1 切りで上がれるテンパイ。ん？これ3番は、兄貴の当たり牌ですよね。はい。これで1000点。おー、かわしきりましたね。はい、これはでかいですね、兄貴は、3着キープの上がり、そしてまあ放銃した角谷もまあまあ、うん、突き放せなかったけどいいかなっていう感じの、友添はまあ別に何でもいいよっていう感じですね。芝が苦しい、これで芝がはい、苦しくなっちゃいましたね。かなりこれ芝が Q1 打ってなかったら兄貴も Q1 打てなかったんで、チーソーだけあの段階でチーソー切ってるとこの上がりはなかったんですけども、はい、Q1 切ってチーソーっていう基準だと兄貴の上がりがあったという、なんか面白い局面でしたね。そう、柴さん Q1 切ってなくても兄貴 Q1 切った、それが分かんないです。まあ読みで切れなくはないんですが、切ったかどうか分かんないですね。まあ兄貴も、まあ、その読みはできるタイプなんで、まあ、Q1 切ったかもしれないですね。
それでもなんか見落としないかなってレアケース考えると怖いとこなんですけど。はい、一人寂しいですけど。まあ、ラス確するようなやつに風が吹かんよ。そんなことはないです。麻雀はラス確するべき時はラス確した方がいいゲームです。それはもう間違いないです。喉やばいですね。もう一半ちゃん、まあ喉飴置いてあるんで次の半ちゃんまでには耐えられるでしょう。はい、それでは CM の方準備できましたので、こちらをご覧になって最終戦の方お待ちください。